ランプリでは雨の中4位完走、そしてファステストラップを記録しています。その今逆の言い方をすれば中島、はい、あの後ろからセナがトップブロック来ますけれども、前はすごく空いてるわけですよ。そうです、スピン、スピン、中島がスピンだ。中島、ここでレースが終わってしまうんでしょうか。中島コースに戻れません。中島コースに戻れないのか。ここで押し掛けという形になりますが、ここは危険な位置から避けるということなんでしょうか、はい、今宮さん。そうですね。あ、降りますね。もうステアリングを外します、はい、この瞬間に中島悟の2周年間のレース、そして5年間の F1 生活が終わります。中島悟が今マシンを降りました。残念です、本当に無念です。